皆さんこんにちは、産婦人科医の高橋玲奈です。いつもご視聴ありがとうございます。コメントもありがとうございます。本日私はですね、河口湖に来ています。まあ、河口湖周辺、河口湖畔なんですけれども、まあ、なんでここにいるかというと、まあ、とあるお仕事で来てます。で、今すごい早朝なんですけれども、少しその集合時間まで時間があるので、河口湖の周辺をランニングしてきました。で、あまりにも景色が綺麗で人も少ないので、ちょっと動画を撮ってあげようと思って、今こんな感じで歩いてます。本当ホテルまで走ろうかなと思ったんですけど、ちょっともう最後の方なんで、この素晴らしさをお伝えしたくて。どうですか、ちょっとすっぴんで恥ずかしいんですけれども、景色を共有したい気持ちが勝って今動画を撮っております。ちょっと河口湖から少し離れちゃったんで、すぐに河口湖をお見せすることができないんですけれども、いや、お散歩とかランニングとかってすごい気持ちいいですよね。私よく痩せる運動なんですかってすごい聞かれるんですけど、一番痩せるのってやっぱ有酸素運動だと思うんですよ。筋トレとかって、まあ消費できるカロリーって限られてるじゃないですか。まあ、本当にガチでやったら別ですけど、やっぱりあんまり運動の習慣がない人が痩せやすいのって、で簡単に始められるのって有酸素運動だと思うんですよね。で、有酸素運動っていうと運動ってつくんで、皆さん結構構えちゃって、ちゃんとランニングの、ウェアとか揃えなきゃいけないんじゃないかとか。あ、ちょっとお話の途中なんですけど、見てください、河口湖が見えます。なんかカラスがめっちゃいますけど、こっち黒じゃないですか、ほら、ちょっとまだ朝焼けっていう感じで、あの白い橋を通ってぐるーっと回ってきました。そうそう、それで有酸素運動っていうと、どうしても運動ってつくんで、皆さん結構構えちゃったりするんですよね。ランニングウェア揃えなきゃとか、プールとか入る人は、まあプール入るときは水着必要ですけど、水着買わなきゃとか、まあもちろんそれで形から入って可愛いウェアとか買って、モチベーションそっちの方が上がるってなったら全然それでもいいんですけど、結構そうやってちゃんと形から入んないとダメとか、ちゃんと運動しないとダメだみたいな感じの真面目な人とかって、結構スタートダッシュが遅くなっちゃって、あ、そういえば何年か前もこういうこと言ってたなとか、1年前にやろうと思ってたのに、そういえば道具が揃ってやってないとかだったりするんですよね。でも別に有酸素運動って普通に酸素吸いながらする運動なので、別に駅の階段の上り下りでもそうですし、通勤で歩いたりするのも立派な有酸素運動なんですよね。なので別に1日5分とかでもいいと思うんですよ。家の周りをちょっと朝起きて5分ぐらい散歩するとか、まあ、正直ちょっと散歩しちゃえば気持ちよくて5分どころか15分ぐらい散歩しちゃうんじゃないかなと思うんですけどね、時間があれば。あとは、まあ、この季節暑いので、私はあんまり日中には走ったり歩いたりとかそんなしないですね。まあ、観光でこうやって歩いたりすることありますけど、いやでも河口湖畔めっちゃ涼しいんですけど、今6時台っていうのもあるんですけど、もうこれだったら毎日走っちゃうって感じですね。今やっぱり仕事が朝早い時とか走れないですし、暑いので走るのめちゃめちゃ嫌いなんですけど、こういうなんか自然豊かなところにいるとなんか走りたくなるんですよね。見てください、絶景すごい。富士山が見えるところもあったんですけど、今は見えないですけど、あとここの湖の反対側、こっちにはたくさんホテルがあったり、レストランがあったり、お土産屋さんがあったり、いいですね。なんかこういうところに住んでたら毎日のように走ったり歩いたりできちゃう感じですね。やっぱり都内だと、私都内に住んでるんですけれども、車とかもすごく多いし、なんかあんま日陰とかもないし、めちゃめちゃ暑いし、あと自転車とかもめちゃめちゃいますし、最近ウーバーとかもめちゃめちゃ飛ばしてるじゃないですか。あとなんかね、信号待ちとかもあるし、あんま気持ちよく走れないんですよね。まあ、皇居とかそういう平坦なところにいて、ランニングコースがあるところだったらいいかなと思うんですけれども、なんかここはすごい走りやすいです。平坦な道で、河口湖畔って17キロあるみたいなんですよ、一周。ちょっと今日時間がないんでそれは走らなかったんですけど、いつかまた来たいですね。いや、ここなんか走り練、走り合宿とかいいかもしれない。
あ、いい感じ。見てください。こんな素敵。ちょっとだけ降りてみましょうか。ほら。こんな感じ。素敵じゃないですか。なんか、これ見て思い出すのは、スピードのウェイクミーアップですね。ウェイクミーアップってやつ。あのプロモーションビデオが、どこで撮影してるのかわかんないですけど、ああいう桟橋みたいなところにスピードが行って踊ってて、あれめっちゃ憧れましたね。ああいうとこ行きたいみたいな。今、川口湖畔で見つけました。そう。なので、皆さんあんまり運動っていうとガチガチに考えちゃうんですけど、ただのお散歩でもいいので、痩せたいっていう人は特に何も考えずにとりあえず動いてみてください。なんか警告されてますね、はい、という感じで特に喋ることもないんですけれども、今6分なのであと2分ぐらいおしゃべりをしようと思います。なんか意外とこういうお散歩動画ってなんかマニアックなお散歩マニアックな方には結構好評で、意外と再生回数が伸びて私としては嬉しいです。はい、ちょっと人が通ると一人で喋っての恥ずかしいので黙っちゃいますけれども、なんか本当はノー編集にしようと思ったんですけれども、さっきちょっとボタンを間違って押してしまって一回切れてしまったので一旦途切れてますけれども、今日もほぼノー編集でいきたいと思います。そう、私本当に別にいつもなんかおしゃべり上手だねとか言われるんですけれども、結構こうやって考えてる時間長いんですよ。なので YouTube を始める皆さんも、ああ私うまく喋れないかもって思ってもカットして貼り付ければ大丈夫なんで全然余裕です。そして私今すっぴんですけれども、あの YouTube とかインスタとか TikTok とか見ると本当なんかめっちゃ細くてめっちゃなんか可愛い女性がいっぱいアップしてますけれども、私のすっぴんを見てこれから自分の発信をしようとする方は勇気づけられると嬉しいです。はい、まあ私すごいお化粧上手いんですよね。自分で言うのもなんですけれども、なんか昔から絵を描くのが好きで、自分の顔をキャンパスだと思うとすごい楽しいんですよね。まあでも日々の化粧とかは毎日同じような感じになっちゃうんですけどね、忙しくて。実は結構メイクが好きだったりします。なんか前に私は薄い顔ですごい悩んでたんですけど、もっとなんかハーフみたいな顔になりたいとか、もっと目鼻立ちはっきりした顔になりたいとか思ってたんですけれども、ある人に言われたのが、濃い顔を薄くすることはできないけど、薄い顔はいくらでも濃くできると、薄い人は薄い顔も濃い顔も堪能できると、そうやって言われてなるほどなって思いました。うちの母だったかな、忘れちゃいましたけど、まあ、自分のコンプレックスだと思ってても実は長所になるっていう話ですね。そういう経験って結構ありません？皆さんどうですか？私はですね、すごくお尻が大きくて、まあ、下半身が結構がっちりめなんですけれども、それすごい悩んでたんですよ。なんか中高生の時とか、お尻めちゃめちゃでかくないとか言われて恥ずかしくって、その時はもうなんか小さいお尻が正義みたいな、もうぴったりしたジーパン履いてキュッみたいなのが理想みたいな、モデルさんとかもめっちゃ細くてそういう時代だったんですけれども、今なんか最近フィットネス女子とか流行ってるじゃないですか。筋トレとかめちゃめちゃ流行ってるじゃないですか。そのせいか以前私サマースタイルアワードって金子健さん主催のこうフィジークみたいな大会に出たことがあるんですけど、その時になんかお尻大きすぎて恥ずかしいってその時まで思ってたんですよ。何年ぐらい前かな、3年4年ぐらい前だと思うんですけど、そしたらなんか審査員の方にお尻が素晴らしいみたいな感じですっごい褒められて、それからめちゃめちゃびっくりして、今まですごいコンプレックスだったのにって思ったんですけど、褒めてくれる人がいて、あ、なんかこれ自分のチャームポイントにしようっていうふうに思いました。なので全然コンプレックスがある、今ちょっと人が通って恥ずかしかったな。まあ、なので全然コンプレックスがあったとしても、コンプレックスがあるっていうことはそこがちょっと人と違うってことじゃないですか。で、人と違うっていうことは
必ずそれを人を必ずその人と違うところを、もちろんあんまりっていう人もいるかもしれないんですけれども、必ず好きになってくれる人っていると思うんですよね。こうファッションとかもそうなんですけれども、みんなと同じじゃ別に平均なんですよ。まあ、ただそれをちょっと変えて人と差をつけることがファッションじゃないですか。それをちょっと私このファッション苦手だなと思う人もいれば、いや私これめちゃめちゃ好きっていう人もいたりして、人の違いってコンプレックスにもなりうるんですけれども、武器にもなりうるので、まあ人と違うところがいっぱいあればあるほど、もしかしたらマイナスなこともあるかもしれないですけど、それは自分次第で変えられることなんじゃないかなと思います。なので昔はめちゃめちゃいろいろコンプレックスがあって、それを隠そうとしてなんか矯正下着みたいなの履いて、お尻小さく見せる下着履いたりとか、化粧とかももう完璧にして、もうすっぴんで歩かないみたいな、すっぴんで写真撮るなんてありえないっていう自分がいたんですけど、今はなんか別に化粧してる顔の方がもちろん気に入ってるんですけど、別に化粧をしたからといってもすっぴんだとしても自分は自分なので別にいいかなっていうふうに思ってます。あとなんか嫌なのが、お化粧ばっかりしたり、すっごい綺麗な写真のプロフィール写真ばっかり載せてて、実際会った人には本物全然違うって思われるのが嫌なので、最初からすっぴんをさらけ出してるっていうのもあります。前になんか到着ルーティーンっていう動画を上げて、それがめちゃめちゃ伸びたんですよ。でしかもその時ツイッターにも、皆さんインスタとかでキラキラ女子を見てへこんでる人もいるかもしれないですけど、これが到着明けの姿ですって言って、結構なんか暗い感じのすっぴんの画像を上げたんですけど、いやあれ実は裏話をすると、あれまあすっぴんちゃすっぴんなんですけど、よりなんていうんですか、暗さを見せるために暗く加工してんですよ。逆加工みたいな、キラキラ加工の反対みたいな、そういうのをやってだいぶ疲れてる風にアレンジしてみました。でもあれはだいぶむくんでるし、結構あれ見たら大丈夫って言われるかなって思いますよね。あ、そうそう、あと聞いてほしいんですけど、これは皆さんにお伝えしたいんですけど、当直明けでもないのに当直明けとか聞かれるとすごい腹が立つんで、やめましょう。普通にお疲れ様って言ってもらえればいいだけなので。たまにそういう人いますよね。なんか昔はいちいちそういう人にイラついて、いやもともと当直明けですかって聞かれた時とか、なんか疲れてますって聞かれた時とかは、いや元からそういう顔なんですとか言って答えてたんですけど、結構性格悪いなと思いましたけど、今はスルーできるようになりました。なのでスルー力って大事ですね。なので今日の話はちょっといろいろまともになくなりましたけれども、有酸素運動が大事って話と、運動を構えすぎないっていう話と、コンプレックスは武器になるって話と、人が疲れてるときは優しく見守りましょうっていう話、あと河口湖最高って話です。という感じで今日のお話はおしまいにしようと思います。はい、結構ランニングされてる方多いですね。もうそろそろ終盤が近づいています。この後朝ごはんを食べてお仕事に行こうと思います。本日はこの辺で終わりにします。今日の動画が面白かったなとか役に立ったなという方は評価をお願いします。コメントもお待ちしております。ここ行ってほしいとか教えてください。まあ行けるかはわからないですけれども。それでは産婦人科医の高橋れなでした。またねー。